皆様こんにちは、ネッコチャンネルです。明日の星2020出演アーティストのご紹介第6弾、今週は佐藤愛佳です。優しいんだ。小さい人というか今子供、子供である人たちがどんどん大人になって、社会を支えていくということなんだなと思っているので、やっぱりそういう子供たちの何か力になれればなという気持ちはありました。小学校時代はやってたんですが、それからもうやめてずっと何も弾いてなかったんですが、子供がピアノを習うのをきっかけにもう一度ちょっと指を動かしてボケ防止のためにもう一度始めました。やっぱりピアノが好きだったんだなって私は改めて思いました。再発見した気がします。ね、明るく優しいお人柄なので、とってもすぐにあの生徒たちに馴染んでいただいて、ね、みんなが愛佳先生って、ね、声かけてくれて、ご飯を作ってたりするんですよ。ハンバーグ、今できる全てのことをつぎ込みたいと思います。頑張れー。